いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、江崎グリコより11月5日に期間限定発売したパピコ大人の恋いちご。はい、こちらをご紹介したいと思います。こちらはね、以前も大好評いただいたパピコの大人の恋いちごシリーズ。今回は、とちおとめいちご、あまおういちごミックスブレンドとなっております。まずお湯をね、説明して、こういう風な感じのパッケージです。はい、そして、これが、まあ、評価です。こういう感じです。三重グリコで、カロリーは1本あたり86キロカロリーです。そして、アレルギーは該当なしです。はい、では、開けていきましょう。こういう感じになります。じゃあこれを切って、そしてはい、こういう感じですね。いただきます。濃厚、いちごもう果肉が入ってるからすんごい、もう本当に濃厚。おお、めちゃくちゃやな。うん、こういう感じで飲んでますけど、フルーティーは本当にいちごが楽しめる。すごいな。はい、こちらはね、とちおとめいちごあまおうのいちごミックスブレンド、果汁果肉 50% 使用、とちおとめいちごの果汁が 7%、 あまおうのいちご果汁が 3% 使用しています。フルーティーな甘酸っぱさが美味しい、ワンランク上の大人の味わいとなっております。1日不足分、要はビタミン C、 大人の女性30歳から49歳の1日分の不足分イコール、推奨量引く平均摂取量の不足分を、果汁由来のビタミン C がパピコ2本で美味しく取れますという商品となっております。あくまでこれ30歳から49歳の場合のあれだ、ビタミン C 3.4mg がこれ2本に入ってます。完全に大人の女性向けがターゲットですね。こういう季節になるとね、濃いシリーズっていうのが出てくるから。他にもパピコシリーズといえば、あの濃い、濃厚ショコラと、あと今ホワイトサワーの濃い味も出てるね。これもう本当に果肉とか、ほらこれ、まあもったいないけど、ほら入ってるでしょちゃんとほらね、これは美味しい。評価は4です。4、うん、まあ普通の4じゃないけどね。うん、ということで、はい、この動画が面白いな、ためになるなという方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくればまた喜びます。こちら今動画撮り終わったら食べますね。ではじゃあね。